大学生からギターを始めても遅くないと思いますか？好きなミュージシャンはほとんどの人が中学生や高校生の時から楽器やバンドをやっているので、今から始めても同じくらいのレベルになるのは難しいのかなと思ってしまい迷っています。結論から言うと全然問題ないです。はい。なんだろうな、すごい若い時、ただ中高生ぐらいの時から楽器をやって、ものすごいそれからずっと続いてて、めっちゃ練習してでずっと上手いみたいな、そういうなんかすごい継続力とか、なんか才能とか、なんか努力とか、いろんなことをできちゃう、こうスペシャルな人もいるんですけど、多くの人は例えば高校行ってる時とかさ、そんなずっとギター弾きっぱなしなんてやっぱできないじゃん。で、一番意外と打ち込むのって高校終わった大学生ぐらい。大学生って4年間結構時間あって、その時やっぱすごい、長いこと時間あるからいっぱい音楽に費やせるんだよ。だからその時こそむしろ楽器に打ち込んだりするチャンスじゃないかなと思う。あとギターを始めるのはめちゃくちゃいいことで、楽器ができないと曲を作るのにパソコンでさ、こういろいろ音をこう打ち込んで作んなきゃいけないんだよ。それやりながらこう手作業でやらなきゃいけないんだけど、ギター持ってるとギター1本と鼻歌で直感的にメロディーは作れるじゃん。ジャカ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 って。だから1本作曲のお供にいいなって思うのは絶対にギター。持って行ったりもできるからね、外に。僕は、めっちゃギター推しです。はい。どれだけギターが例えば使われない時代、流行から遠ざかったとしても、持っとくだけで全然違う。本当に安いやつは安いしね。だからちょっとアルバイトして買ってみましょう。おすすめ。あ、平和だ。あまりにも平和なマシュマロで、ちょっとなんかちょっと待って、カメラがビカビカしてきたから、ちょっと一回充電器さすね、カメラに。そうするとなんか定期的に落ちるらしいんだけど。